次に松崎審議員に発言を許します。松崎審議員。議案第120号令和元年度会津若松市一般会計補正予算第4号第2条繰越免許費第6巻農林水産業費第2項林業費林業専用道整備事業、について質疑をいたします。まず今回の林業専用道整備事業の事業内容と、なぜこの事業が繰越免許費となったのか、理由を伺います。農政部長。お答えをいたします。まず林業専用道の事業内容でございますが、本事業につきましては大戸町船子地区におきまして、これまで林道船子線として開設をしてきたルートの先線を、整備するものでございます。その財源につきましては国庫補助事業、県の、補助事業、県の補助および市でございまして、その割合を国が2分の1、県が 20%、 それで市が 30% という資金割で整備を進めようとするものでございまして、採択時点での、現時点での、市の 30% につきましては東日本大震災復興特別交付税の措置がなされるということで、県の、県の、いろんな説明 をそのまま使わせていただくと実質ゼロだというような事業でございまして、その名称を林業専用道船子線、整備延長が1900メートル、車道幅員3メートル、全体事業費約2億9300万円、事業期間9年ということで、いわゆる林道の先線として、今の事業に置き換えたものを、時点修正をしたものが概要でございます。続きまして、免許となった理由でございます。免許につきましては、予算成立後何らかの事情があって年度内に、支出が終了しないというケースの場合、こういう手続きを取ると地方自治法に定めてございますが、その事由が2つほどございます。1点目は、当初見込んでいた林野庁との全体計画の、事前の調整協議が必要になってまいるわけでありますが、それが想定よりずれ込んだというのが1点でございます。でもう1点は台風19号の、影響で他の地域での、そういった支援を優先してほしいと国からの通知がございまして、たまたま林業専用道の業務委託の受託者が、そういった対応をしたいという協議がございましたので、そちらを優先させるべきという判断がありました。この2点によりまして年度内の、完成見込みがなくなったということで、今般免許繰り越し費として、提案しているところでございます。以上でございます。松崎審議員。今説明があったとおりでございますが、さらに説明を求めたいのは、この、林業専用道整備事業なのですが、これはですね、今国が進めている地籍ですねの問題等も含めた、事業化に向けた、事業だとの一部だというふうに聞いておりますが、このことについて再度説明を求めたいというふうに思います。農政部長。今ほど松崎議員からあったとおりでございまして、まずは一つは森林法が改正されておりまして、その林地台帳の整備につきましては県の方針にもよるんですが、台帳のデータを県がクラウドに載せまして、それを使用するという形を取ってございます。あとはもう一点は、森林経営管理法によります、森林の、整備というところが必要になってきておりまして、どちらにいたしましても、用地協会であるとか、山の持つ材積ですね、木の種類、高さ、太さ、これを測るためには
どうしても航空レーザー計測が必要になってまいります。そのために、私どもも加盟してございます会津地域森林資源活用事業推進協議会というのがございまして、よくザ・13なんて言い方をしておりますが、林業関係団体と市町村が構成しております。まあ、そういった団体から県の方にぜひ実施してくれというような要望を出した経過もございます。まあ、そういったこともございまして、県の方からはレーザー計測を県で実施するにあたりまして、そのレーザー計測の事業効果を高める、まあ、事業として林業専用道の実施というのも求められたという経過でございまして、林業自体が持つ直接的な効果に加えまして、さまざまそういったデータベースの構築のためには必要なレーザー計測のなんていうんでしょうか、レーザー計測を実施することが条件として林業専用道というの整備という側面もございますので、まあ、2つの効能の中で事業を進めてきているというところでございます。松崎審議員。まあ、今の部長の説明ですと、林地台帳制度が創設されまして、そのデータを活用していくという中で、会津地域森林資源活用事業促進協議会、これ13市町村で、県の下で航空レーザー計測を実施してほしいと要望があったと。その条件として林業専用道整備事業の実施が条件となったと。その裏付けとなる財源についても国県で 50% 20% で本市が 30%、 しかしこれが本市の 30% 分を震災復興特別交付金に措置されるので10分の10で行えるという事業だと。これは非常にいいことだと思います。私の今回の大きな論点が、いい事業ですが、これが令和元年度で実施できる内容の計画、事業計画だったのかと。これだけです。そこでお伺いしたいのは、令和元年度のこの事業計画と事業費の計上、どのように積算されてきたのか、これは1年間でできる事業だと確信を持って計上したのかについて伺いたいというふうに思います。農政部長。まず事業計画、まあ、詳細な事業計画、令和元年度の計画でありますが、まず補助事業の初年度ということでございますので、先ほど申し上げた、林野庁との全体路線の協議は当然必要になってまいりますが、そのほかにそれを踏まえた後、まあ全体協議が終了後に本工事の方に着手をして、年内に、まあ、冬期間実際現場できませんから、年内を目途に現場の完了という工程で、考えてきたところでございます。まあ、実際事業を進める上で地権者もおりますし、今ほど申し上げました全体路線の国との協議、まあ、あとは公設による事業機関の制約という、まあ、不測の事態は想定した、上で計画を進めて事業費を計上したところではございますが、まあ、当初、まあ、昨年度の予算計上の段階ではなんとかなるかというか、なんとか令和元年度で要求した予算をしっかり執行できるんじゃないかということで、事業をに着手をしたというものでございますが、まあ、結果としては、まあ、今回繰り越しの手続きを取るということになってしまったので、まあ、過去の話をしても致し方ないというところでございますし、また復興特別交付税が来年度までということもございます。合わせて令和元年度に工事着手までが航空レーザー計測を進める条件ということにもなっておりましたので、議員ご指摘のとおり本当に消化できたのかというところについては、そういった背景もあるということでございます。松崎審議員。これまで国権補助事業を使った事業の場合、こうした計画と相互になってしまうような事例はこれまでもありました。その関係で近くでは ICT オフィスビルの関係についても補助事業の関係でさまざま会津若松市は揺さぶられました。行ったり来たりして考えてきました。しかし
結果として事業化しておりますが、こうしたときに考えなくてはならないのは、確かに着手しなければ復興特別基金の採用がなくなる。しかしそうは言っても着実に計画を立て実行していかなければならないんですね。それではお聞きしますが、令和元年の計画、どのような計画だったのか。まずですね、先ほどありましたが、これ2つ3つあるんですよね。まず林野庁との協議、これについては路線全体計画調査報告書作成、そして測量設計で開設工事、これについてのスケジュールはどうだったのかについて伺いたいというふうに思います。農政部長。補助事業でございますので、まずは国の方の補助金を執行していいという、決定通知が必要になりますが、それを受けて、測量入札を6月上旬には行いたいと思っておりました。それを踏まえて測量成果から、8月の全体計画の調査協議を完了させながら、9月には開設工事に入るという予定でございました。松崎新議員。私も令和元年度の計画書を調査、いただきました。今部長の答弁のとおりに着手した時期はそのようです。ですがこの計画では測量の発注業務が6月中旬から12月いっぱいまでかかります。そして開設工事も9月下旬から3月末日までかかるんです。ここで疑問に思ったのは、1月以降どうやって工事できるんですかということです。そこで一緒にですね、令和元年の工事計画いただきました。工事は12月末日で終わるんです。私も考えたんですが、冬期間の工事って難しいんじゃないかなと思うんですね。となると当初の計画から無理があったんではないか、いかがでしょう。農政部長。確かに、適切な工程管理をするという場合においては、工期の設定が正しかったのかというところは、私どももちょっと認識はしているところでございますが、そういった事業のもうそもそものレーザー計測等の背景も踏まえますと、先ほど議員の方からもご指摘いただいた工程で進める、そういうふうにやるというつもりで、事業の方に取り組んできたというところでございます。松崎新議員。当初からの説明によれば、問題ないかなと私も思ってました。実際調査をしてみると、これは当初の計画にちょっと無理があったんではないか。となると単年度で行っている事業です。予算も計上して執行します。そうではなくて、無理な計画に見えるんであれば違った予算の計上もできるんですよね。そういった手法を行うことによって、やはり繰り越し免許という形にならない執行の仕方があると思います。なぜそのような形しなかったんでしょうか。農政部長。具体的には債務負担行為等を事前に設定して、継続費でも構わないと思いますが、2か年分を見越した予算編成をしなかったのかということでございますが、先ほど申し上げているとおり、工事までセットだという背景が一つと、補助事業でございますので、仮に2か年でやるとなったとすれば、令和元年度は測量設計だけですよねと国の方から言われますので、これはやはり一連の事業として、多少のリスク、多少というリスクは、ありながらも、そういった予算計上をさせていただいたというところでございます。松崎新議員。先ほど答弁の中で、震災復興特別交付税の措置を受けるためには令和元年着手しなければならないということですが、今回の
台風の影響によりまして測量設計は着手しましたが開設工事着手してないわけですね。このことはクリアできるんでしょうか。どのような協議されているんでしょうか。農政部長。全体計画の協議が長引きまして11月の末までかかってしまいまして、それから実際は詳細設計に入って詳細に測量して、で、今年度予定が200メーターの予定でございましたので、その分だけ測量をしながら工事を進めるという計画ではございました。ただいずれその詳細設計ができない状況がずっと続いたものですから、工事契約には至っていないというところでございます。松崎審議員。ですので、工事開設工事着手してないんですが、この復興災害復興特別交付税の措置に対しては条件は整ってるんですか。これでもそういうことです。測量しかやってないんです。着手してない。農政部長。失礼いたしました。それについてはもう県の方の承諾をいただいてございますので、補助金の関係については整理がついているところでございます。失礼しました。松崎審議員。最後の質問項目に移りますが、令和元年できなかった、ほとんど着手できなかった事業があります。この令和2年度以降の工事への影響というのはどのように、そうすると当初の計画と違った計画を立てなければならないと思いますが、今の現段階でどのように考えているのかお伺いしたいというふうに思います。農政部長。その前段申し訳ない、私リスクというような言い方をしてしまいましたが、不測の事態とでも申しましょうか、そういうような状況に発言に訂正をさせていただきたいと思います。で、来年度の事業になるわけでございますが、今年度発注予定である開設については山頂側から進める予定でございます。で、令和2年度、これから予算ということになりますが、あくまでも予定として考えているのは、令和2年度工事については山裾の方から工事を進めるということで、現場については愛鳥場にならずに、2年度工事は進めることはできるというふうに考えているところでございます。で、今後なんでございますが、新聞報道ではございますけれども、今回の復興特別交付税の存続というのも記事になっておりまして、事業全体がの財源構成というのが今年度のまま、今の事業を進めているものが10年間延長されるということでございますので、全体においても事業の進捗ができるのではないかというふうに私ども想定しているところでございます。